今日は2020年、2月の9日日曜日ですね。これは今ニューヨークのソーホーに来ています。あの建物、もう絶対マンションですよね。あれね、あれに住みたいな。あそこ最初ホテルかなと思って、あそこに行ってみようかなと思ったんですけど、あれ絶対マンションですよね多分ね。ちくしょう、あれに住みたいなと今思いながらここにいました。あっちに行ってみようかなとは思ったんですけど、ちょっとね、こう双方の中をちょっと歩いてみます。あ、なんかパイプがいっぱいある。パイプはもう絶対みんなタイマー吸いますね。あれ水パイプがいっぱいあった。やっぱニューヨークに来たらちょっとソーホーは外せないというか、ソーホー地区はやっぱ行きますよね。ソーホーはね、なんかまあおしゃれスポットなわけですよ。でそのおしゃれな人たちが集まっているところですよ。アンディ・ウォーホルとバスキアが出会ったのもこのどっかのカフェですよ。この中のそういうその芸術家とか、あ、なんかそのさまざまなおしゃれな人たちが、みんな集まっているところですよ。信号を全然守らないですね。あの手のマークはこれね、ストップですからね、渡っちゃいけない、赤ですよ。でも必ずニューヨークの人たちは信号を全然守らないですね。必ず全然守らないっておかしい言い方ですけど、もう全然守らないんですよ。全く守らない。あれ、なんかあっちにほら、なんかいい感じのカフェがあるんじゃないですか。あっち行ってみようかな。まあいいか、まだ来たばっかりだからカフェに入るの早すぎますよね。なんじゃこの店は。まあこういう店もありますね。おしゃれな店もあるけど、なんかこういう安い中国人がやってるような店、中国人がやっているようなじゃなくて、もう 100% 中国の人がやってますね。中国の方を差別してはいけません。日本人はすっごい中国の人を差別しますからね。ただね、ちょっとね、中国という国がね、やっぱね、嫌ですよね。まあ、嫌がる気持ち分かります、みんなが。僕もすごい嫌です変なことばっかりしますからね。尖閣諸島にこうなんか入り込んできたりとか、わざわざね、みんな信号守らないでしょ。これ信号赤ですからね、言っときますけど、まあ僕も渡りますけど、郷に行ってはみたいな感じで、郷に行っては法律違反をするみたいな。でもまあこの辺はっていうか、まあ夜がいいのかな。なんかそのほら、まあ、汚いな、もう道がほら、もうゴミだらけですよね。ニューヨークの街はもうどこもかしこもゴミだらけ、街全体がゴミ箱みたいな。あー、この感じニューヨークのビルっぽいですね。こんな昔からのニューヨークの建物っぽい感じ。さっきのマンションあれだ、ほら、あの上の方の階はもうすごいですよね。これね、デコボコデコボコしてる、出たり入り組んでる。このこれどの辺りがどの辺りで何があるのかさっぱり分かんないんですけど、ただ来てるだけだから、双方に行ってみようみたいな感じで、ただ双方に来ただけだから、どこがどこなのか全然分かんないんですけど、
よいしょ。どこに行ったらいいんでしょう。あ、なんかほら、なんかね、何これ、これ店が閉まってるからあれなんですけど、なんか作品があるんじゃないのかな、芸術家のアトリエみたいな。なんかね、ニューヨークっぽいですよね、ここね、ほら、ニューヨーク丸ごとそのまま、素材そのままの、何ですか、素材そのままをお楽しみくださいみたいな、全然何も料理していませんみたいな、切ってそのまま出してますみたいな感じですね。ザ・ニューヨークみたいな感じですね。あれ何のショップなんだろう。こういうとこに有名ブランドがブッて入ってますからね、これビルの中に。すごいなんかおしゃれな、まあ、この男性もおしゃれですけど、なんていうかな、カフェとか、あるいはそのわあこれなんだ、すげえなこれ、ほらなんだこれ、あとなんだっけ、紅茶のお店ありますよ、紅茶のお店に去年行きました、双方のあれなんだ、なんていうんだっけ、すごいイギリスの有名な紅茶のお店、ちょっとこのメインの通りばっかりずっと歩くんじゃなくて、どっか入った方がいいんじゃないかな、路地に。これね、撮りながら僕ね歩いてますけど、大丈夫かな。これなんかほら、何のお店なんだろう、わかんない、家具屋さんかな、なんかわかんない、あんまりジロジロちょっとなんか見れなかった。でっけえこの人、この黒人すごいでかかった今の。ああ、そう、この辺りかな。あれ地下鉄の、あ、そうかそうか、あるんだ。ただこれちょっとね、僕が行きたいところとはちょっと違うところにあるんですよね。すげえジロジロ見られる、なんかさっきから黒人に。やっぱそのどっちだったかな、こっち、こういうなんか安い店にはねもう行きたくないですね。どこだっけ、うわ寒い、絶対この2階建てバスは寒すぎる、これで今ビュンビュン行ったらすげえ寒い、ほら絶対寒い、 100% 寒い。うわなんか人がすげえいっぱいいますね、なんでこんなたくさんいるんだろうか、手が冷たい。そしてよし行こう、そろそろ曲がった方がいいんじゃないのかな、あてもなくただひたすら歩いているみたいな。そろそろなんか曲がった方がいい、ちょっとね地図で調べてもいいですか、もうそろそろ曲がらないともう双方じゃないところまで来てますよみたいな、おそらく感じがする。あなたが今歩いているのは双方ではありませんみたいな、ちょっと手が
冷たい。どっからどこまでがきちんと双方地区なのかみたいな、そういうのはもしかしたらないのかもしれませんが、多分今のとこなんですよね、おそらく。ちょっと一回止めていいですか。ちょっと一回止めますね。ちょっとね、わかんないどこまでか。ちょっと止めます一回。はい、今見ました地図を。やっぱりねぴったりこの辺でしたね。あのね、次の信号のところに行くともう双方地区ではなくなるぐらいな感じなんですけど、でもそんなにね、なんかあれなのかな、そんなきっちりその線引きが分かれてるのかな。でもね、大きな通り、今さっき渡ってきた信号を渡ってきたとこと、この信号の次の信号の間あたりに双方地区の境目があるんですけど、でもね、そこ今ずっと見てますけど路地がないんですよ。これほら、ずっとお店が並んでる。これなんだこれ、とにかくずっとお店が並んでるんですよ。上よりこんな感じ、なんかいわゆるニューヨークのなんかあのはしごみたいのがあって、はしごじゃない、なんか階段だ、階段がその表のビルの表にこう階段があってみたいな。そのずっと路地なんかないもん、ずっと見てますけどね。だから入れないから、おそらくもうだからこっから行くしかないですね。なんかもう人だらけだな。双方って言ったってなんかその結局なんかみんな来ちゃうから、双方双方って言って観光客が全員だから、その双方って言ってもなんかおしゃれスポットじゃなくなってしまうような感じになっているのではないでしょうかね。そんな感じが気がしますね。だってその何ですか、何その双方と言いながら、な誰も彼もがこぞって双方に行く。うわ汚い、もう嫌だな、もうなんか誰か戻してましたね。っていうかね、もうね、そういう汚物とかもうね、ニューヨークはもう汚いから本当に。もう毎年来ますけど、毎年思いますね、もう汚くて嫌だなと思って。なんでこんな汚いんでしょうね。ほら、その車の下も見てください。何このなんか変な、もう濡れ、もうなんかね、水たまりと、もうなんか食べ物とか、もうなんかほら、もうなんかこの水もすっごい、これなんか変な、もう細菌とかウイルスがもうめちゃくちゃありますよ、多分。それマジで絶対近づいちゃいけない水たまり、あれを自分の飼ってる犬があの水を飲もうものならもうマジでどうしますか。ギャーギャーいますよ。さて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 、ここをもうこうジグザグに、双方をジグザグに歩くみたいな、その路地全部を入っていくみたいな感じ。わー、こんな感じがいいな。ちょっとなんか高級感がある感じがいいですね。汚い、なんかファンキーなのよりも、もうね、20代はね、なんかもう汚くてもジーンズ破けたりとかして、なんかもう路地裏の汚いその感じ、ああいうのが好きなんですよね。なんか汚れた感じが、なんででしょうね。もう今絶対汚れた感じ嫌ですね。もうこういう綺麗な感じがいい、こっちの方が。ほら、こういうなんかもう高級感あふれた綺麗な感じ、清潔感があってみたいな、もう絶対そうじゃないと嫌ですね、本当に。もう嫌だ俺、あんなの汚いの。もうジーンズが破けてるとか、まあもちろんそのファッションで時々僕も履きますけど、なんか汚いのは嫌ですね、本当に。綺麗なのがいい。あ、ここら辺すごいなんかいい感じのお店いっぱいありますね。やっぱさすが双方だなって感じしますね、この辺はね。あれなんかアート作品なんじゃないかな、あそこの中にあるの。ああ、そうそう、この感じはやっぱ双方ですね。おしゃれだな。ああ、なるほどね、分かった。
分かった分かった、やっぱこっちに入るべきだったな。あー、いい感じいい感じいい感じ、ほらね、いい感じのお店いっぱいありますよ。あ、ここはお店じゃない。なるほど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 、分かった分かった分かった、どっか入ってみようかな。でもね、ショップとかやるとなんか買いたくなりますからね。ほらこれ見て、いい感じじゃないですか。中すごいおしゃれな感じのやつがいっぱいある。あれちょっと待って、これあ違うか、何でしたっけ、ハワイのね、ハワイのブランド、あれなんだっけな、ハワイのブランドなんだっけ、ゲート外れした、何だったっけな、うわー忘れた、完全にド忘れしましたね。ハワイのブランドがあるんですよ、なんとかいうやつが、あれがね僕は好きなんですけど、まあもう10代から夏はそれを、そのパンツを買ったり、それの水着を買ったりしてましたけど、あれなんだっけな、なんて言うんだっけ、あれこう通ったかな、さっきちょっと分かんなくなってきた、大丈夫かな。なんかあの雑貨屋もすごいいい感じですね。ちょっとね、なんだっけ、あれなんだっけ、ハワイの、あ、ジャムズだ、ジャムズっていうそのブランドがあるわけですよ。ちょっと派手な感じの、すごい派手な、あれこっちでいい、あ、いいんだな、あ、アニエスがある、アニエスありますね。まあアニエスとかはね、もう有名ブランドだし定番だし、そんな高くもないから、僕もたくさん持ってますけど、アニエスは、アニエスのなんか服はもいっぱい持ってます。まあみんな持ってると思いますけど、すげえ、なんだあれ、ほら見て、すげえスニーカーが山ほどある。しかもなんかビニールみたいな感じの出てきてて、キラキラしてますよ、ほら無数にある。よし行こう、アニスベイ、わあでかいな、さすがに。そしておしゃれですね、雰囲気が。やっぱりソホやっぱおしゃれだな。あ、分かった、うんうん、分かる分かる、おしゃれさんが集まるの分かる。あ、なるほどね、分かった分かった、お店おしゃれですね。そのなんていうか、いろんな一つ一つのそのお店がそのおしゃれに作られてますね。全部何、壁とかその店の、うわ攻め、その雰囲気とかが全部そのおしゃれな感じですね。そして歩いてる人たちも確かにおしゃれな人が歩いてる、ファッション分かってるよみたいな感じの人が歩いてますね。はい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 、ほら双方って書いてある、ほら双方って書いてある。若い頃からきちんとおしゃれが分かっていて、年を取りましたみたいな感じの人もたくさんいますね。今の中国の人もすごいおしゃれだった、中国人かな、日本人かもしれないですね、今の女性すごいおしゃれでしたよ。おしゃれ分かってますせみたいな感じの、どういうものがおしゃれなのかということをきちんと分かっているみたいな、それはね、見たら分かりますね。あー、この店いいな。
建造がある。建造がある。建造がある。ほら。建造と竹内菊池の社長。まあいいです。いや、まあ知ってるから、まあまあいいですけど。ああなるほどね。あ、ソホ地区おしゃれだな。確かにおしゃれおしゃれ、わかる。はいはいはい、なるほどなるほど。あれちょっと待って、ジグザグザグに歩こうと思ってたんですけど。そうか、よくわかったぞ。ちょっと向こうまで行ってみようかな。こっちに行きます。いやいい感じだな。なるほど、わかったわかった。わかりましたね。あ、そうか、そういうことか。よし、双方のカフェとかレストランにちょっと今日行ってみましょうかね。それ どの辺、それどの辺なんだろう。あれ、あ、ほら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 、なんかね、小さい小物とかそういうものまで全てなんか特別にデザインされたものとかが多いし、いる人たちも僕の目で今見てるのとこの画面に映ってるのは違うところを映してるので、ちょっとね分かんない部分もありますけど、そのなんていうか、あの何、そのあ、なんか雑誌の撮影かなんかしてますね、彼女たちは。彼女たちっていうか、あのカメラマンとモデルの女の子ですね。ちょっと待って。なんかもうプー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 うるさいんですよね。よし、わかったわかった。あ、なるほど、わかった。さっきのあの広い通りの表の通りはちょっと違いますね。あそこが双方地区だとか言ったらちょっと違いますね。こっちの中に入らないとダメですね。あ、ストーンアイランド。はいはいはい、そうか、世界の有名ブランドがもう所狭しとありますね。ああなるほどね。よしよし、分かった。うん、だこれ何これ、まあオブジェなんでしょうけど、ほらこんな上に来て、こんなこっちに来て、ほら何これ。ああ、七夕みたいになってる、短冊みたい。これ何のお店なんだろう。ね、フレーム、ちょっとどっかお店に入りたいな。ずっと動画を撮ってますからね。ああ、なるほど、そういうことか。よし、わかったわかった。あ、こっちの方がいいな。こういうおしゃれスポットの方がいいですね。よし、あれ今ここどこなんだろう、全然わかんない、全然全くわかんないところ。わ、すごい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 。ああ、この男性とかもおしゃれですね、すごい。よし、ちょっともうわかりましたね。分かった。ああ、すげえいい感じだなこの通り。ここはいいな。ほら。何？
ルリスミュージック奏法と書いてある。ほら、ね。ここはもう奏法の多分スーパーど真ん中ですよ。この辺はいい感じですね。よし、この辺をちょっと、なんだっけ、ちょっと Google マップに、なんか、記録を残しときたいですね。ここが双方だ、みたいな。この辺に、ニューヨークに来たときは、この辺をめがけてきましょう、みたいな感じで、次に来たときに。いいな、雰囲気がいい、すごく雰囲気がすごくいい。よしよし、ちょっとカフェとかレストランとか、なんかさっきからカフェとかレストランがほとんどないんですよね。なんか雑貨屋さんみたいなことか、洋服屋さんとか、そんなのばかりですね。もう所狭しと、もう本当に両側ずっとショップですね。ショップがずっとあります。でもそのすごいおしゃれですよ。このね、町のその建物の作りとかが、その作りとかデザインというかな、そのなんていうか、このほらシンプルですごく、そのどう言ったらいいんですか、わかるでしょ。もうわかんない人はもう多分何がおしゃれなのか、何言ってんのかさっぱりわかんないと思いますが、僕が何言ってんのかわかりますよね。このほら、この色とか、このグリーンもそのほらね、わかるでしょ。ちょっとなんかこの色の感じ、それとこの壁とこの色、その色のその何ですかわかるでしょ。わかんない、わかんない人はね、全然わかんないと思います。もうわかる人はおしゃれですよねって言っただけでわかる。わかんない人は何言ってるのかわかんない、何がおしゃれなのみたいな。多分そういう人はね、もう別にそれでもいいと思います。わかんないから、多分おしゃれ、何をおしゃれって言ってるのみたいな、どこがどういうふうにおしゃれなのみたいな感じで思われるかもしれないですね。あれ、なんか、よし、さて、じゃあちょっと止めましょうかね。あ、こっちに行こうかな。イエローキャブが来てる。こっちに来て、これはメインのというか大きな通りだから、ほらね、わかるでしょ。もう全部の店に入っていきたいぐらいな感じですね。一個ずつ、そう、なんていうかな、建物のこのね、色使いとか、その雰囲気がすごいおしゃれですよね。ちゃんと分かってる人がやってるみたいな。何をどうやればかっこいいのかが分かっている人がやっているっていう感じですよね。分かってない人がやると、なんかもうただガチャガチャして、なんかもう変な感じなんですね。いやー、いいなー。よし、わかった、止めましょうかね、そろそろ。ちょっともう自分の目で歩いて見て歩いていきたい。ショップにもたくさん入ったりちょっとしたいかな。
れなんだこれ、ほら、あ、今なんかガサってなった。あ、H&M だ。いや、広いな、ほら。よし、そろそろ、今僕は自分がどこにいるのか分かってないので、ちょっと分かりたいんですけど、よっしゃ、じゃあ止めようかな、ね、分かったです、分かりましたよね、大体双方どんな感じか。この辺はちょ、まあこの、うん、ちょっとね、一本入った方がいい感じですね。うるせえな、ピーピーなさ。あ、ランジェリーショップ、ランジェリーショップに入るとなんか変な気持ちになりますよね、まあ、僕は一人ではもちろん入りませんが、まあ、女性となんか一緒に入ったりとかするとなんか変な気持ちになりますよね、あれね、いていいんだろうかここにみたいな気持ちになりますね。でもなんかどれがいいか選んでとか言われるんじゃないですか、女性に、まあ、多分全ての男性がそう言われると思うんですが、それを選ぶっていうこと自体がなんか自分の好みを伝えているみたいで、またそれがなんかうるせえな、なんか言ってる、なんか言ってる、大声なんであんなこと言いたいんだろう、なんであんなこと言いたい。今目を丸くしてましたね。なんであんなこと言いたいんだろうか。いや、これはおしゃれスポットですよ、間違いない。本当に。もううるせえな、なんか。もうそんなピーピー鳴らしたっていけないから、絶対にこんなおしゃれスポットにそんなのに来ないで、なんか無粋な感じいやー、おしゃれさんがいっぱいいるな、確かに、わかるわかるわかる、いいぞいいぞ、あれよしよしよし、ちょっともう止めます、ちょっと止めたい、なんかどっかショップかなんか入る、ショップに入りたいし、カフェにも入りたいし、なんかもう一番おしゃれなショップじゃなくて一番おしゃれなカフェに入りたい。よし、ちょっと止めようかな。とにかくこんな感じですよ、すごいやっぱいいですね、双方は。よし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 、ちょっとさっきのところが良かった。これはこれなんだ、スーパースターだ、すげえ。あ、違うか、間違えた、アディダスだアディダスのスーパースターのことだ、別なやつかと思った。あ、間違えた、コンバース間違えた、あ、コンバースかと思った。じゃああれ何の店なんでしょうね、それ。
なんて書いてあるの。いや、わかんない。知らない。よし、じゃあもうちょっと止めましょうかね。さっきからずっと同じこと言ってますが、止めましょうか止めましょうかと言いながらどこまでも果てしなく歩いていく。あ、シャネル、シャネルが、あ、Thank you。 Any donation though? あ、sorry, sorry, sorry, sorry. 買う、CD くれるのかと思ったら買わなきゃいけない。あ、ここがいいじゃん、ここがいいじゃん。ちょっと待って、ほらこっち、絶対こっちでしょ、 100% こっちでしょ。こっちに行こう。あ、やってる、なんか撮影やってますね。うわ、すげえな、なんかすげえいい感じだな。なんか歌ってる。あー、シャネルとかほらいっぱいある、向こうにバーバリーが、うわ、もういっぱいある、ほらこれね。なんか雑誌かなんかの撮影やってますね。寒い。あ、ここがいいな、この通り。あ、もうここは間違いない、ほらね、すげえいい感じです。イヴ・サンローランとなんかずっとあるんじゃないですか。ベロニカバード、知らないけども多分有名ブランドなんでしょう。あ、パタゴニアは知ってる。うわ、すげえ、もうこっちも全部これショップですよ。所狭しとショップが並んでいる。そしてなんか歌ってるし、ちょっともうそろそろいい加減にもう止めましょうね。もう分かったでしょ、分かりましたよね、双方地区。それはそれはいい雰囲気ですよ。皆さん来た方がいいですよ、絶対全員来た方がいい。みんなもう地球の人はみんな来た方がいい。すごいおしゃれ。よし、じゃあ止めますね。ソーホ地区からでした。ニューヨークです。それでは皆さん失礼します。